ようこそ、ゆっくり鉄道博物館へ。今日のテーマは、南武線と横浜線は一体何が違う？だぜ。確か両方とも、神奈川県と東京都を結ぶ路線よね。言われてみれば、どちらも似たような路線ってイメージがあるわね。似ているこの二つの路線がどう違うのか、早速見ていこう。まずは南武線を説明していくぞ。南武線は神奈川県川崎市の川崎駅から東京都立川市の立川駅の 35.5 キロを結んでいる。ラインカラーは黄色で、南武線で走行する E233 系の車体には黄色、オレンジ、茶色の3色ラインが使われているぜ。なんだか車体を見るとカレーを連想する配色ね。でも南武線ってもう少し違うところを走っているものがなかったかしら？途中の川崎市にある湿地駅から同じく川崎市の浜川崎駅までの 4.1 キロを結ぶ浜川崎支線と、湿地駅から新鶴見信号場を経由して、湿地駅から神奈川県横浜市にある鶴見駅までの 5.4 キロの湿地短絡線があるな。その2つがあったのね。今回解説する南武線は基本的に川崎駅から立川駅の区間を取り上げるぜ。川崎駅から立川駅って言っても東京都心の大きな駅は通らないのよね。確かに南武線は新宿や池袋みたいな凄まじい規模のエリアは通らない。だが沿線の街並みは非常に賑やかだ。どんなものがあるの？まず起点となる川崎駅がある川崎エリアだが、キャノン、NEC、富士通、東芝など、有名な電気、情報企業や関連会社の工場が多く立地しているんだよ。どれも聞いたことのある名前ね。川崎って工業地帯の印象があったけど、こんなに大企業が進出しているとは思わなかったわ。他に川崎競馬場、川崎競輪場、京王閣競輪場、玉川競艇場、東京競馬場、立川競輪場などの公営競技の施設が充実している。競馬や競輪が好きな人にはたまらないわね。それじゃあ南武線の主要な乗り換え駅を紹介していこう。まずは武蔵小杉駅だ。タワマンで有名な武蔵小ね。その通り、武蔵小杉駅は JR だと南武線の他に、横須賀、総武快速線や湘南新宿ライン、羽沢横浜国大駅方面に向かう、相鉄直通列車が発着している。あとは私鉄だと東急東横線と東急目黒線が乗り入れているんだ。東急も地下鉄副都心線や、都営三田線などに直通する列車が出ているぜ。そんなに多くの路線が乗り入れていたのね。改めて聞くと、武蔵小杉駅が鉄道の要衝なんだと強く感じるわ。それだけ多くの路線に乗れるから、やっぱりアクセスは抜群ね。次は武蔵溝ノ口駅だぜ。ここは東急田園都市線と東急大井町線の溝ノ口駅が隣接していて、東急線との乗り換え駅にもなっている。田園都市線って渋谷へ繋がっているのよね。渋谷に直接アクセスできるのは便利ね。さらに上り戸駅は小田急小田原線と稲田堤駅では京王相模原線と乗り換えができる。小田急小田原線と京王相模原線は両方とも新宿へアクセスする路線なんだよ。JR で渋谷、新宿に直接アクセスできるとはいえ、私鉄でも行けるとなると、遠回りせずに新宿に最短ルートでアクセスできるのは強みだよね。南武線のルートは稲田堤駅までは神奈川県川崎市を走ってきたけど、その先は東京都内を走っていくぞ。府中市にある府中本町駅では埼玉県、千葉県に向かう武蔵野線に乗り換えできる。ちなみにこの武蔵野線と南武線、東京や千葉を結ぶ京葉線に、さらに後で説明する横浜線をまとめて東京メガループと呼ぶんだ。東京メガループってなんだか凄そうな名前ね。でも名前の割には都心にダイレクトに行く路線はあまり見られないわね。東京メガループは他の鉄道路線と乗り換えできる駅が多いんだぜ。東京の周りを大きく囲う環状線なのね。話を戻して次は分倍河原駅だ。初見で読めない駅よね。分倍河原駅は京王線と乗り換えられるぜ。また新宿へのアクセスがいい路線ね。最後が終点の立川駅で、立川駅では西は山梨、長野方面へ、東は新宿、東京方面へ伸びる中央線と乗り換えができるんだ。南武線は全体的に横への移動が強いのね。ああ、首都圏の鉄道網は都内から放射状に伸びている。さっきも言ったが、東京メガループが放射状に伸びる鉄道を接続しているんだ。東京メガループのおかげで横の移動だけではなく、縦の移動もしやすくなっているのね。そんな南武線は中央線と並ぶ、屈指の混雑路線として知られている。そういえば以前、南武線はホームが延長できず、6両から増やせないって説明していたわね。ああ、車両基地の容量の問題もあって、6両での運転を強いられているんだ。歯がゆい状況よね。改めて振り返ると、1996年には混雑率が 243% にも上り、ダイヤ改正のたびにラッシュ時の運行本数を増やし、2003年に 200% を下回ったんだよ。その後2014年から現行の E233 系が登場し、従来の車両より幅が広い車体を活かしたおかげで、2016年には 190% を下回った。数字だけ見ても凄まじい混雑率ね。
沿線の人口増加と前述した乗り換え駅が多く、そもそも利用者が多いのが原因だ。確か人口は少子高齢化する日本では珍しく増え続けているんだっけ。ああ、川崎市は1973年に人口が100万人を突破し、2024年現在で155万人にも達しているんだよ。50年以上も人口が増え続けているってすごいわね。でもその増加ぶりに対して6両の車両じゃ足りないわよね。人口増加に対応するために南武線のバイパス線として川崎縦貫高速鉄道の計画もあったんだけど、2018年には計画自体が廃止になってしまったんだぜ。なんとか混雑解消が実現するといいわよね。ふと思ったのだけど、南武線って特急みたいな優等列車は走るのかしら。でもさすがに混雑しているからなさそうだよね。確かに南武線では開業以来急行や特急は走ったことがなかったんだ。やっぱりそうよね。でも数回だけ臨時特急が走ることがある。それはリゾート踊り子号といって、2009年から2011年にかけて何度か運行されたんだよ。ルートは立川駅を出ると湿地駅を経由して浜川崎支線で浜川崎駅に入るんだ。続いて浜川崎駅から東海道貨物線で鶴見駅まで進んだ後は東海道本線に入り、熱海駅や伊東駅を経て静岡県下田市の伊豆急下田駅を走るんだぜ。立川駅から伊豆急下田駅まで直接行く臨時特急があったのね。他にも意外なことに南武線は貨物列車も走る。え？ここまでの説明だと乗客を運ぶ旅客列車しか走っていない印象だったわ。南武線の中でも府中本町駅と立川駅の区間は中央線と武蔵野線を結ぶ短絡線の役割もあり、旅客列車の合間を縫って貨物列車も多数運転されている。旅客列車のダイヤに支障が出ないようにうまくやりくりして走らせているんだね。この南武線を走る貨物列車の中には、盲腸線の回で紹介した横田基地貨物線へ至る貨物輸送、通称米ターンが運行している。米空軍の航空機の燃料を運送しているあの貨物列車ね。米ターンのルートは神奈川県横浜市鶴見区にある鶴見線の安全駅がスタート地点なんだ。安全駅の近くには在日米軍鶴見居留施設があるからなんだよ。鶴見線って沿線にコンビナートとかがある印象ね。安全駅を出た米ターンは湿地駅まで進んだ後、東海道貨物支線まで連絡する湿地短絡線に入り、横須賀線の新川崎駅に近い新鶴見機関区を経由して武蔵野南線へと進むんだよ。武蔵野南線？そんな路線はあったかしら。武蔵野南線は今回取り上げる南武線の少し南側を走っている路線で、トンネルが多くて走る列車もほぼ貨物列車ばかりなんだ。ただ稀に臨時列車が走ることもあるぞ。武蔵野南線、そんなものがあったのね。米ターンはこの武蔵野南線から府中本町駅で南武線に合流して立川駅を通り、青梅線に入った後は拝島駅を経由して最終目的地である東京都福生市の横田基地内の横田基地貨物線へ向かうんだ。南武線はこういう形で日米の防衛力に寄与しているのね。まさに安全駅から始まる安全保障ね。続いての横浜線は神奈川県横浜市の東神奈川駅から東京都八王子市の八王子駅の 42.6 キロを結ぶ路線だ。横浜線の車体はラインカラーと同じく黄緑色と緑色の2色が取り入れられているぜ。南武線はラインカラーにプラスアルファがあったから、横浜線はラインカラーと同じものを採用しているのね。横浜線は東神奈川駅を出ると京浜東北線、東海道本線、横須賀線の線路を高架線で越えて北上するんだ。ダイナミックなオーバーパスね。沿線は横浜市内の丘陵エリアを貫き、鶴見川の谷を越え相模原台地から多摩地区の丘陵を進み八王子に向かうぜ。あまり山がない首都圏でも山っぽい風景が見られそうね。全線が関東平野を走っているけど、途中でトンネルを抜けたり1000メートル進むと10メートル上がり下がりする10パーミルの勾配が連続する区間もあったりして、首都圏でありながら霊夢の思った通り山越えのような区間も存在するんだよ。横浜線に乗っていると平地だけでなく山も見られて、なんだかお得ね。それでは横浜線の主要な乗り換え駅を見ていこう。東神奈川駅を出るとまずは新横浜駅に着く。新横浜駅って東海道新幹線も乗り入れる駅ね。あとは相鉄新横浜線、東急新横浜線、横浜市営地下鉄ブルーラインとも乗り換えできる。このうち東急新横浜線は直通先の武蔵小杉駅で南武線と乗り換えられるぜ。ここでも南武線と同じような路線に接続するのね。次の主要駅が中山駅で、ここでは横浜市営地下鉄グリーンラインと乗り換えられるんだ。横浜市内を走るから横浜線は南武線の駅からは利用できない横浜市営地下鉄と乗り換えられるのね。
続いては長津田駅で、ここは南武線の溝の口駅と同じく、東急田園都市線との乗り換え駅となるんだ。また長津田駅からは子供の国に向かう、東急子供の国線も伸びている。短い路線で起点か終点が何も接続していないから盲腸線って言えるわね。横浜市内を走るのは長津田駅までで、この先は一旦東京都内に入るぜ。次は町田駅で、南武線の上り戸駅と同じく、小田急小田原線の乗り換え駅だ。町田って、神奈川県にあると思われがちなあの町ね。町田駅を過ぎるとまた神奈川県に戻って、次の主要駅が相模原市の橋本駅なんだぜ。現在の橋本駅では南武線の稲田堤駅同様、京王相模原線と乗り換えができるし、同時に JR の相模線の乗り換え駅でもあるんだ。うん？現在って何よ、引っかかる言い方ね。橋本駅の南側にリニア中央新幹線の神奈川県駅ができる予定なんだ。橋本駅ではないのね。まだ正式な駅名は決まっていないんだよ。そして橋本駅を出ると最後は終点の八王子駅に着く。八王子駅は南武線の分倍河原駅同様に近くの京王八王子駅で京王線に乗り換えられる。そして JR は八王子駅から群馬県高崎市の倉賀野駅まで伸びる八高線と立川駅と同じく中央線の乗り換えができるんだよ。ここで東京都に戻ってくるのね。南武線は特急がほぼ走っていないけど、横浜線はどうなのかしら？横浜線では2019年まで臨時特急浜海事号が走っていたんだ。横浜駅から横浜線を経由して八王子駅から長野県の松本駅までを結んでいて、横浜から甲州、新州エリアへの輸送が目的で、土休日や年末年始などに運行された。臨時とはいえ横浜から松本まで直通している特急があったとはすごいわね。ところで南武線は府中本町駅から立川駅まで貨物列車が走っていたけど、横浜線はどうなのかしら？横浜線は生糸の運搬を目的に作られ、その輸送を中心に貨物列車は盛んに走っていた。しかし東名高速道路の開通や、JR の前身である日本国有鉄道、通称国鉄での貨物取扱いが縮小していき、平成まで残ったセメント輸送列車も、1996年には廃止されたんだ。それからは現在に至るまで定期貨物列車は運行していないぜ。武蔵野南線経由で貨物列車が乗り入れてくる南武線とは大違いね。南武線は鶴見エリアからの貨物があるが、横浜線沿線にはそこまで需要がなかったように見える。ただ全く走っていないというわけでもない。横浜線の途中にある長津田駅を発着する鉄道車両を運搬する高知鉄道車両輸送が不定期で走ることもある。鉄道車両の運搬はたまにやっているのね。JR 東日本と乗り換え先の東急電鉄の連絡線が長津田駅の構内にあるからなんだ。東急電鉄向けの車両が運搬されているのね。東急電鉄以外にも港未来線を運営する横浜高速鉄道や東急線に乗り入れる東京メトロの車両を長津田駅を経由して搬入しているぜ。鉄道車両以外の輸送はやっぱり完全になくなったのかしら？実は2005年に長津田駅まで臨時の貨物列車が運行されたことがある。これは横浜線の町田駅でバリアフリー化工事が行われることになり、新規に設置するエスカレーター機材の運搬のためだったんだ。そんなことがあったのね。9年ぶりに高知鉄道輸送以外の貨物列車が入ることになった上、JR 貨物のコンテナ車が乗り入れるのは横浜線でも初めてのことだったぜ。そういう用途で貨物列車が入ったとは初めて知ったわ。この他には工事用の臨時列車が運行されることもある。リニアの新駅ができるものね。ところでここまで横浜線の説明を聞いてきたけど、横浜線は横浜の名を冠する路線なのに、横浜駅は入っていないのね。そうなんだよ。横浜線は快速など一部の列車は、横浜駅、桜木町駅方面に直通するんだ。でも、一部なのよねー。昔、新横浜駅から横浜駅に行きたかったけど、横浜駅に直通しないって聞いて、新横浜駅から横浜駅に直通する横浜市営地下鉄のブルーラインを使った記憶があるわ。横浜駅に直通するのは、1時間に3本走る快速と、1時間に3本の各駅停車が横浜駅の一つ隣の桜木町駅に乗り入れている。1時間に6本は横浜駅に乗り入れていたのね。ところで南武線と横浜線って具体的に何が似ているの？さっき説明してくれた両方、神奈川県と東京都を結ぶ路線ってこと以外にあるのかしら？さっき説明した通り、南武線は川崎駅から多摩川に沿う形で立川駅までを結んでいて、横浜線は東神奈川駅から北西に進む形で八王子駅までを結んでいる。神奈川県側の川崎駅と東神奈川駅は両方とも京浜東北線が乗り入れているし、
それによく見れば東京都側にも、立川駅と八王子駅にも中央線が乗り入れているよね。その通りなんだ。それに加えて南武線と横浜線は、途中駅で乗り換えられる路線が東急東横線、東急田園都市線、小田急小田原線、京王相模原線、京王線と共通しているぜ。言われてみれば5路線もの私鉄と交差しているのね。他にも中央線や京浜東北線でも運行している E233 系が走っている点も同じだな。車両の数は違うのよね。南武線は8000番台と8500番台が6両編成で、横浜線は6000番台が8両編成で、それぞれ投入されていて、現在は南武線、横浜線ともに、この E233 系で統一されているけど、臨時の特急列車や貨物列車と南武線の支線では違う車両が走っている。やっぱり基本的には、両方とも E233 系が走っているのね。ますます違いがわからなくなってきたわ。もう走っている場所と名前くらいしか違いが思いつかないわね。ああそうだぜ。ラインカラーは全く違うぜ。南武線は黄色で、横浜線は黄緑色と緑色の2色なんだ。やっぱりそうなるのね。あとは当然だけど走っている場所は違うものね。混乱してわからなくなる前に、それぞれの違いを見ていこう。さて、ここからは南武線と横浜線の違いを見ていこう。今回のメインテーマだよね。まずは貨物列車が走っているかいないかだな。南武線はベイタンをはじめとする鶴見エリアからの貨物が通るが、横浜線には公衆輸送と工事臨時列車以外はあまり走ることはない。それに鶴見エリアは京浜工業地帯に位置しているだけに製造業が盛んよね。ああ、それに対し横浜線の起点である東神奈川駅の周辺は横浜市神奈川区の中心地であり、公共施設が集中しているんだ。隣の横浜エリアまで範囲を広げると、再開発されたエリアである、港未来地区が広がっている。港未来は製造業というより商業が盛んなイメージだね。沿線の旅客輸送を担う南武線と横浜線だが、南武線は貨物輸送の役割も担っているけど、横浜線は再開発された港未来のように、旅客の輸送が中心と言えるんだ。また商業施設以外にも日産自動車や京浜急行など、大企業の本社が港未来に移転してきたんだよ。ビジネス需要もあるのね。沿線で商業が盛んな横浜線と、物流と産業が盛んな南武線の対比があるぜ。もっとも南武線も沿線住民が多く利用しているので、ビジネス利用も多いと考えていいだろう。新宿とかのアクセスしやすい路線と多く交差しているものね。南武線は新宿、渋谷など、東京23区内のアクセスに強いけど、横浜線は逆に23区以外の遠方のアクセスに強いと言える。新横浜駅を通る東海道新幹線と橋本駅近くに将来できるリニア中央新幹線ね。それに終点の八王子まで行けば中央線を西に進んで山梨、長野方面に向かえる。まあ南武線の終点の立川駅からも西に向かえば同じだが、若干八王子駅の方が山梨県に近いのでそこは許してくれ。遠くに行く人と近くに行く人を列車で分ける遠近分離みたいね。この部分だけ取り上げればそうとも言えるね。距離だけで考えれば都心に向かう人はできるだけ近い方がいいとも言える。まあ南武線の混雑を嫌って横浜線の方から乗車するというケースもゼロではないだろうけど、でも南武線の混雑を考えればそういう人もいそうな気がするわね。あと走るエリアも結構違う感じがしたわね。同じ関東平野を走行するが、南武線は住宅街を走り、横浜線は山あいのような場所を走り八王子へ至る。街を走る南武線、山あいを抜ける横浜線って覚えたらいいのね。ここまで南武線と横浜線は一体何が違う？お紹介してきたけどどうだった？似ているところはたくさんあったけど、よく見ればどちらもしっかりと違う路線っていうのが分かって結構面白かったわ。皆さんは何か印象に残っている駅はあったかな？印象に残ったこととかコメント欄で教えてくれると嬉しいよ。このようにこのチャンネルでは鉄道に関する話題を解説形式で分かりやすくまとめていきます。皆さんのチャンネル登録、高評価が励みになります。また他にも取り扱ってもらいたい話題がありましたら、そちらもぜひコメント欄で教えてください。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。